こんにちは、木之助です。グッチさんの可愛がってる ZX25R 木之助がちょっといじっちゃおうと思います。先ほどハンターカブにゲルザブをつけたんですけども、この子にもねこっそりつけちゃおうと思いまして、一緒に買ってます。はい、ゲルザブ R の方ですね。はい、この R は巻き付きタイプなんで、いろんなタイプのシートに取り付け可能です。人線からレブルに移動したゲルザブも同じこの R でした。シートにねベルトを通すだけですね。はい、では開けていきます。はい、今度はねちょっと平べったいですね。カブ用は15ミリっていうことだったんですけど、こっちはちょっと薄い12ミリになってます。でもあれですね、クッションはしっかりしてるんで、このもちもちのやつがついてますと。で、このベルト、これをシートの中に通して固定するっていう形です。まあ、シートを外すのは、まあ、バイクによって外し方がいろいろで、ちょっと大変なバイクとかもあるかと思うんですけど、まあ、25R は、まあ、何もついてなければ、まあ、比較的外しやすいんですけど、今このですねサイドバッグがついてるんで、これはちょっと面倒くさいですかね。でもまあ外していきましょう。これねなんかややこしくて、サイドバッグとシートバッグのなんかベルトとかいろいろこのタンデムシートにくっつけてたんですよね。だからこれを一回外さないといけないのと、でそもそもここですね、タンデムシートを開ける鍵がこのバッグのとこにあるので、まずこの固定のとこから外さないといけないですね。え、あれ？これ、まあ、鍵開きましたけど、なんかこのバッグがなんか上に乗ってるだけですね。前はなんか下から固定してたんですけど、お？なんか乗ってるだけなんで、ちょっと横に避けてやりましょうかね。ペロッと取れました。タンデムシートを開けて、このペロッとしたのが出てるんですけど、これを引っ張るとシートが取れるという状態です。はい、じゃあこれにつけていきましょう。でこのゲルザブがですね、ちょっと前後が分かりにくいんですけど、ロゴがね、これですね、左後ろに来るようにするといいですよって書いてありました。前の方がちょっと細いんですかね。はい、まあ、シートとぴったりか、ちょっとゲルザブの方が大きいのかなって感じです。で、これをベルトを斜めにやった方がいいんですかね。斜めにすると、まあ、引っかかりにくいかなと思うので、ちょっと斜めにつけてみたいと思います。入りませんね。あれ？なんか引っかかってんのかな？え？おお。え？別に当たってるとこはないけども。
横にミョンってするんですかね。斜めじゃなくて、いやでも短い方は横向きにできないんで、やっぱ斜めかな。後ろだけ横にしましたね。入らんけど、なんなんこれ、いやそもそもつくんかねっていう、そもそもつけ方がわかんない。いやついた、やっぱりこれあれかな、斜めに対角線上にベルトした方がいいですかね。ちょっとこう対角線上に固定するようにちょっと付け方変えました。これならちょっとすっきりしたのかな、入りそうですよね。なんかズル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 動いて、大丈夫か、入んなよ。あ、わかった、これ引っ掛けて真ん中押せばいい、入るやんか。真ん中押したらちゃんと入りましたね。はい、では戻していきましょう。まあ、本当はですね、このタンデムシートのところにサイドバッグとシートバッグの X バンドを挟んでセッティングしないといけないんですけど、まあ、今日はさっきなんか上に乗ってただけなんで、まあ、このまま同じように乗せときましょう。グッチさんがね、後日ツーリングの時にはちゃんとくっつけるかなと思いますので、そっとしておきます。グッチさんこれ気づくかな、気づかなかったりして。さすがに気づくか。ここだとくっつけときましょうかね。以上、秋のんけのミゴワールこっそりカスタムでした。さようなら。